2022年5月1日朝の体質5月5月ですと5月1日ハパピー、おはようございます。じゃあ今日はちょっと。え、泉先生は来週あれですか？来週切ります。熊も、ね、40センチぐらいに一番長いところでなってるかもしれない。え、何センチですか？40センチにはなってるかもしれない。もしかしたらこれ。ラプンツェル、ラプンツェル。そうですよ、ね。でも、あの、切った跡があんまり短いとやっぱり嫌だ。確かに、それはありますね。ラプンツェル。だからどうしようかな、なんて感じ。ね、ウエストのとこまで行きまして、いや大変でしたでした。ね、どれぐらいだろう、ミクちゃんぐらい短くなっちゃう感じなん。あ、そのぐらい、うん、ミクちゃんぐらいになるかな、もしかしたら。どうしようかなって。ネキメットと一緒にして一緒にして、一緒にしてね。でもミクちゃんね、可愛い感じ、その顔、髪型似合うけどね。でも私がどうだろうって言ったことで、似合いそうじゃないね、うん、似合うと思う。ありがとうございます。ちまちまにゃん、かわいさもおはようございます。ちまちまにゃん、よいしょよいしょ。では今日もですね、私はこの後、うん、グループホームに、グループホーム、最後の暇の日ですね、本当に、ね、なかなかね、やっぱりあれですよね。ちまちまにゃん、おばあちゃま、おじいちゃま、楽しみにしてらっしゃるでしょうか。行くとやっぱりね、喜んでくれると嬉しいです。ちまちまにゃん。じゃあ、ラジオ体操行きますよ、めくみさん、いいですか？はい、はい。ちまちまにゃん。スタート。ラジオ体操第一、まずは正しい動きをご覧ください。背伸びの運動から、はい、前から上に上げて、横へ下ろします。腕で背筋を伸ばします。腕と足の運動、1、2、3、4、腕を横へ振り、足もかかとを上げたり下ろしたりしながらしっかりと曲げて伸ばします。5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。横へ腕を振って斜め上に上げます。5、6、胸を反らせます。1、2、5、6、横曲げです。左横へ曲げて、もう一度曲げます。右横へ曲げて、もう一度曲げます。繰り返しましょう。5、6、前後に曲げます。弾みをつけて柔らかく、3回曲げて手を腰に、上体を反らせて戻します。もう一度、1、2、3、4、5、6、腕を振って体をねじります。左側、右側、斜め後ろ大きく振ります。4、右側、左側、3、4、5、6、足を戻して、腕と足の運動、肩、上、肩、下、力強く素早く腕を曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、柔らかく2度曲げて、正面で胸を反らせます。正面で胸を反らせます。1、2、5、6、大きく体を回しましょう。腕を伸ばして大きな円を描きます。反対側へも大きく体を回します。4、5、6、足を戻して両足跳びです。
1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕の振りと足の曲げ伸ばしに合わせて呼吸を整えます。深呼吸です。深く息を吸って、吐きます。5、6、7、繰り返しましょう。やばい。そうだよ。さあ、ゲームセンターの。ラジオ体操第1、まずは正しい動きをご覧ください。危ない危ない、続けてやるところでした。よいしょよいしょ。ちょっと待って、みっちゃん。ごめんね、キャブね。カニ。魔法で消えちゃったの？魔法じゃないよ。はい。じゃあ、そんなグッズ。小さい。今日のクマも。今日のクマ。ああ。これは、黒ごま太郎。太鼓。黒ごま。はい、ね。これは、こっちはファイルなのね。あ、そうなんだ。そう。マモトフルだ。熊本フードのファイル。うん。なんだな。美味しそう。ね、美味しい。これ、なんか白ごまもあって、白ごまも美味しかった。なんか飴で固めたような感じね。ほうほうほう。美味しいね。ね。でも、体にも美味しい。でも、もジバジバニャン。あ、ジバジバニャン。でもジバジバニャン。はい、はい、ではですね、今日も最初にタオルね、タオルいきましょうね、タオルね、よいしょ。楽しそうですね。楽しそうですね。ちまちまだ。今日はみきちゃんタオルの前にあれだ、タオルを持つ前にあれ、みきちゃんなんか椅子が、はい、で今日ですね、タオルを持つ前にやってみたい、こういうことがありますよ。はい、今日ですね、バンザイしてみます。バンザイして、1で手上げます。1で手上げて上向いて、上を向いた状態で手をぐーっと下げる。1、2、3、4、5で下げるね。そうすると、この顔を上げてまた下げるっていうこの動作で、ね、背筋がビシンとするんです。猫背にならないように、今日とかまたね、ちょっと寒いからちょっとこうなりがちなんですけど、ならないようにピシッとね、いきますよ。はい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、あと1回いきましょう。1、2、3、4、5、はい、はい、掃除行く、ね、ピシッとしましたか？はーい、はーい。ピシッとしてなさそうだ。はい、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 ぎょい、はい、ぎょい、ぎょい、ぎょいで、はい、では、今度はタオルですね。タオルで、こうやってやって、天井の方にグイーンと伸ばしていきますよ。もう背骨がグリグリって言うんじゃないかと思うぐらいね、伸ばしてみますよ。じゃあ5秒間、せーの。
1,2,3,4,5 ストーン。はい、じゃまた5秒かせ直して。1,2,3,4,5ストーン。ストーン。ストーンズ好きだね。でちょっと今度足広げてバランスをね崩さないようにしてこのまま横に倒していきます。1,2,3,4,5はい、この反対。1,2,3,4,5もう一回右、最初の方に行きますよ。1,2,3,4,5はい、反対。1,2,3,4,5床板動いてます。動いてる、大丈夫。ストーン。ストーンでしたの。はい、で今度はお膝のとこでこうやってねタオルをやってみてギューッと自分の胸の方に引き寄せて5秒。1,2,3,4,5この時もこうなんないようにギュッとね背筋ピッと伸ばしていきますよ。はい、反対。1,2,3,4,5はい、ストーン、ストーン。じゃ今度はですね、足のとこにこうやってタオルを挟んでみて、でこっちで持ってみますからね。はい、で、なんだろう、外にある足をこうやって中にこうやって持ってくるんですけど、こっちの手で、この足が中に入るのをちょっと阻害するようにね、やって。いつもボール体操の時にこの内股の筋肉こうやって鍛えてるんですけど、ちょっとそれと同じようにね、ここの内股を、の筋肉を刺激するときに、そういうふうにやってみるやり方もありますよ。じゃあ5回やってみましょう。せーの。1、2、3、4、5。はい、じゃあ今度反対の足にね、入れてみますよ。よいしょ。じゃあ、こうやって持ってみます。で、こうやってね、やってみますよ。せーの。1、2、3、4、5。これね、腕も疲れますね、結構。はい。で、今度、前にちょっとグイーンとやってみて、わざと猫背にし。1、2、3、4、5。で、ストーン。ウィーンとこれで回してみます。もう一周回してみますよ。めくみさん、なんかあんまり回ってないみたいですけど、今。反対回り。めくみさん、なんか手だけ回ってる。ガラガラみたい。車だったらここだけだよ。はい、じゃあ今日も散歩のリズムで行ってみましょう。行ってきて。はい、じゃあ行きますよ。どこかな、どこかな。はい、行きます。私は元気。
ミツバチブンブン花畑、ひなたにトカゲ、ヘビは昼寝、バタが飛んで曲がり道、歩こう歩こう、私は今日もボール行きましょうかね。ボールゆきちゃんボールどこ行った？さっきのボール出ちゃった。ゆきボールあるあります。はい、じゃあボール、はい、ゆきみさんボール、はいはい、じゃあボール体操ね、今日も行きましょうね。ではまずは、はい、足から行く、うん、はい、じゃあ足から行きましょうか。よいしょ。じゃあお膝に入れてギュッギュッギュッってね、10回行きましょうかね。せーの、せ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、飛び出したはい、今のお腹です。生まれたのかね。生まれたね、生まれたはい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ドン、下ろしてはい、今度は脇でギュッギュッギュッていきますよ。じゃあ10回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ストンチ、ストンチ、ストンチ食べたいな。何ですか？スパイのな、スコンブね。そうはい、10回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、頭でこの胸の前でまずこうやって潰してみましょう。じゃあ10回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度首、あごんとこに置いて、ってやります。こうやってね、潰すのね。はい、じゃあ10回いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は左の首のとこに置いて、こうやってね、潰していきましょう。じゃあ10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
なんかみくちゃんやってなんかかわいいかわいいってやってるみたいに棒でかわいかったのやり方やり方が優しいね。はい、じゃあ今度反対側ですね。一回いきますよ、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、しました。しました。よかったですね。じゃあ今度はですね、なんだっけ、あ、ボールこのお膝に挟んどいて、頭をこうやってね、掴んでみますよ。ね、ぐーっとこの首の後ろの筋をちょっと伸ばしてみましょうね。面白い。うん、何すんの？これ頭こうやってぶつけたの。なんかちょっと間ね、体柔らかいくないと難しそう。はい、いきますよ。なんか首の後ろの筋をね伸ばします。5秒間伸ばします。そうせ、1、2、3、4、5。はい。じゃ今度は横。行きましょう。1、2、3、4、5。はい、反対ですね。1、2、3、4、5。今度は前のここね。前の喉の筋肉を伸ばして。うーって言いながらやるとね、めちゃくちゃね、うおーって伸びますからね。じゃあ 10秒間。ね、いきますよ。うーっていきます。せーの。はい。タコチューみたいな顔しながらやるとよく伸びます。シチュー。シチューじゃん。シチューでもいいかもしれない。シチュー。猫って。猫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 じゃちょっとさ、こうなんだ。はい。では、なんだっけ、今どこまで行ったっけ。あ、はい、じゃあ、ボールこれでおしまいにして。じゃあ、最後ですね。最後。波の。今日はね、ミクマさんの好きなのパプリカですから。パプリカになりましたので。皆さん前にやったの覚えてますでしょうか。マミのメールにパプリカって来てたから。あ、来てた。そうかなと思い。そうだよ、パプリカって来てたんだ。今日はパプリカがいいですね、いいですねって言ってた。だから、うん、メールでしたの、パプリカでしたのね。そう、マミの、はい、思い込まされて。いけます。はい、大丈夫よ。はい、曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏が
では昔愛に行くよ髪気を抜けてそれこそ弾ませろ指止まれ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後深呼吸しておしまいにしましょうね。疲れたね。疲れたね、結構ね。はい、ではですね、深呼吸ね、鼻から吸って口から吐いて3回やっておしまいにします。で、ハハしてますけど。お母さんじゃない。はい。で、鼻から吸って、口から吐く。吐きまくるよ。全部吐いて、全部吐いて、全部吐いて。止められた。吸います。朝の体操はこれでおしまいです。今日もありがとうございました。5月もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。